なんか何もできずに敗北するパターンは、はい、なんかマジで勉強が足りない、そう勉強が足りない可能性があるんだよまあ一夜漬けタイプじゃ勝てる相手ではないと。そうそうそう、でも雰囲はね、うん、あのフルセットとかかなりセット試合を多くしているはずだから、はい、もうすごい基礎があの、うん、相当突き詰まってる。はい、しょっぱなからヨッシーがしょっぱな出しつかみってあまりない策で近寄ってきましたけども、トイソニックやりすぎ、しかもスペインに対してジャスシード無影響で高いものも取りに行くと、うん、ということでケンソニック対フヨッシーのカードでございますが、まあ、触りに行くのが若干ねソニックの横必殺技の関係から難しいと思うんですけど、フイ、うん、はガンガン触れますね、すごいな。さあこれが関東が誇る、まあ、かなり攻め気の強いプレイヤーですかね、フイも。いや本当になんか嬉しいな、こんなに強いヨッシーが出てきてくれるのうまい、視点がすげえ高いな、さっきから神目線で、はい、おじ目線あでもジジイですよ、もうすっかりね、フイ、はい、とかね、若い人がレノとか若い人が勝ってるの見ると嬉しいです。中央大着地、空中後ろはガードが間に合う。そうね、ここから大変なのよ、横必殺技の無敵をケアしながら、うん、フイヨッシーを差し合いしなきゃいけない中で、そこに対して下必殺技のリターンアップも混ざってくるよっていうことで、うん、何を焦点にフイヨッシーがソニックの攻略するかが大事だが、うわ、スピンが通って空中前で撃墜。まだ入るか、外側変更は入ってたはずっぽいけどね、うん、逆に体重が重いのが中途半端に悪さをしたかって感じです、ね、したのかな。ダッシュ攻撃持続、大雄着地、ダッシュ攻撃のベクトルがいい、さらには空中前まで接続。いや今のむずいね、空中後ろの変更が下変更とかじゃないといけないのかも、うん、戦場ソニックが、うん、防御も火力もお手の物、しかも確定反撃が高いね、横行に対して上り上を上り空上で取れますっていう、うわーこれ枯れない、フェイントを交えられると戦場の中央台が怪しい匂いをさせるので、うん、追うフェイとしてもまあ一色たとはいかないか。そうね、うん、いやバリエーションが多いな、スピンの軌道の後ろの A から上スマッシュですが、起き上がりガードがもちろん間に合う、踏ん張りジャンプ空中前として下強、その場打ち転がりなんて怪しいことはしません。空中上もかわして、フイ側の撃墜が欲しい展開なのはもちろん剣がもう織り込み済み。いやそう、防御手を間違えないのよ、うまい。でもSPすれ違ったポイントに空中前を置いてる、めくる読みの反転空中前が素晴らしい働きをするが、ギリギリ撃墜はしない。いやいい卵投げ、こちらにギリギリ横スマッシュのリーチ外、いや着地蹴りに持ち込みたいんだけど、ここは戦場着地点がいっぱいある台が3つもある、そうなんでね、行ったところに差し返される、素晴らしい。この状況になっちゃうと、うん、もう拒否りながら行けるところだけ差し返しでいいんで、うん、ソニック側は深めのダッシュ攻撃、ね、ステージ外まで行ってスピンでも折り返して差し返して、うますげー、毎回決めている空中後ろ素晴らしい、上シフト、シールド上シフトを見てなお、うん、回避をちゃんと振り確認してましたね、うん、防御卓にここで撃墜を合わせることができたが、その間に溜まっているパーセントがエグすぎます崖話に空中下をかぶせて、でもエグすぎるんだが、空中下空中下エグすぎるんだが、フイヨッシーの爆発力から、うわー、さらに最後は下が一点読みですが、上側を深い読み間違えていれば、剣といえどもここで撃墜されていたかもしれないという、でも読み間違えないよな、なぜか、うん、やばい、もう空中ヒット横 B とかですら怪しいな、このパーセントは。つかみに対して空中後ろすれ違うスタート横強、さすがに全身狂気だこの状態はソニックは横火引っかかって空中前接続、まだまだ撃墜はしない、うわまだまだ撃墜しないのか、空中上全然まだまだが2回言っちゃったまあでもヨッシーはそれぐらい耐えて伸びるかもしれないねフリーともなると空中前から上スマッシュビホールド、でもさすがに戦場だね、うん、上側の撃墜ラインが広い、うん、横スマッシュ空振ったところに空中手を一発当てて帰ってくる、いやそう、その不意の技の置いてあるタイミングとかもめちゃくちゃいいんですけど、うん、それって剣が技を先に出していた場合に刺さる選択肢怪しいところで本当に振らないんですよ、そういかないんだよねいやおもろいな、失礼違わせ、ここで掴み取る、矛立てよねこれねさあ不意が最強の矛になれるか、ここ崖がありますね動いてくれない、揺さぶられてくれない心に来る、動いてくれ、よいすれ違ってチャンス取れ、クイキャイチャージ、ここ止めたかったところですが一旦ガードを選択、うまい、目の前着地、素晴らしい、
差し合いで荒らしに来るだろうなっていうのが分かってましたね、うん、ダッシュ攻撃空振った後はあの走り込まれるとスピンチャージが間に合わないはずなんで、うん、もう一度ダッシュ攻撃中間タグで相手のダッシュを止めなきゃいけなかったソニックは、うん、それを読んでましたね。不意は逆にあの状況で焦らずに、まあ、スピンをしっかりガードで受け止め続けてきたのが構想したかというか、うん、なんか2手先が見えるからこそ刺さるような、うん、あの冷静なシールド置きでした。最強の矛とはいえど我慢ができないという意味ではない。そうだね、うん、その通り。空中へ2段ともしっかりニュートラルして回して滑り横強スピンチャージに突破して本当に手押しどころがいい。置き技が徐々に決まり始めてきたが、その対策がここで功を奏せばいいが、まずはスピン受け止めて残り時間空中ユーザーの着地1分半はさすがに試合が切りがつきそうだけど切りそうですね。空中に対ですが体が強い、まあ、ヨッシーもまたね崖ジャンパー狩り2段ジャンプで中央台に戻れるんで、うん、結構戦場はいいステージ。ダッシュ掴み行くがレバーちゃん間に合ってスピンですれ違って卵投げ2連、まあ、空中後ろ、ね、引き完成ブレーキング、うん、下距離空中にいたら大きい、 いい距離感、うん、スピンがチャージできないですこの距離は、うん。そしてすかさずチャージ分には掴みを通して会社側に大きく上から空中まで、さあ外に追い出した卵と引っ張って空中ニュートラル上右の到達地点に本当て置いてきて送っていく感動する。ニストクイーンの途中からありましたけどソニックの復帰に対する理解度すごいです。えぐいなダメージが。あんた攻撃判定はないよねってことで、うん、持続のある技をルート上に置ければさすがに移動回避の移動距離は無限じゃないんで、はい、移動回避の前に入るまでだったら上ビーに攻撃することは可能なんですけど、はい、それを空車で叶えてダメージを取ってましたね、うん、おもろい。最後はジャンプ切らせて空中 N の本当てをウェビーのルート上に叩きつけて撃墜を取ってエッジガードの展開を作ると封印が凄ましいことはもう1戦目で理解できた、うん。ダッシュ攻撃、いやこのスピンのチャージ分をちゃんと叩きに行くことって当然なように見えてあれやらないと無限に打たれちゃうんですよね。いやそうこれが勉強っすよ、うん、タイソニックの、うん、さあ不意側かなり優等生ですね、うん、ガチ優等生、うん、特待生まである特待生推薦入学も視野さあなんだっけ推薦入試のアルファベットでなんていうかも考えてたら卵と敵打ち転がりに判定上スマッシュ置きなんだっけ OR じゃなくて OR じゃなくて出てこねえなんだっけQR じゃなくてポートじゃないいやもう後でゆっくり話しましょう、うん、さあ空中上がりに空中へ着地してしまえば硬着ないのでその前を滑り横行で叩き取る。いや今度は剣側が新たな余命のパーツを持ってこなきゃいけないな、うん、完全拒否の試合はね結構対のタクを用意するのが難しいっていうジレンマがあるんだよな、うん、いやうますぎるスピンが止まりに止まるダッシュ攻撃さあここで買い取って空中前ですが上からすれ違ってくるなんか不意側は復帰阻止決めてますけどもケンソニック側の復帰阻止は今のところまだ刺さっていない印象です。まあそうね上から復帰がやっぱシンプルに強い、うん、空中後ろが、はい、あの見てから無限に触れる選択肢じゃないんで、うん、ソニックはね発生はそこまで早い。そうそうそう踏ん張りジャンプを貫通しようとすると空中後ろが必要になってくるんですけど、うん、踏ん張りジャンプの完成次第によっては普通に空中後ろさばかれてステージに戻られちゃうんで、うん普通しトライするよりは崖やった方がいいんでしょうね、うん、剣的にも。あまり立派に下強攻撃ブベック編であれば空中前までが確定してここで撃墜と。なんか剣選手あるあるなんですけど、うん、仮に先行取られても火ダメ少ないんですよね。あそうだね先行された時の剣は、うん、あの絶望っていう話があるんですけど、うん、先行されても剣は絶望っていうなんか絶望の化身になってた時期が一時期あるんだが、うん、かなり初手で撃墜高早めに持ってきた割には、うん、あまりパーセント差が開かれていない。まあ今もやっぱりそうだな、うん、試合でぐだらないっていう世界で戦うプレイヤーはもうぐだらないから、うん、撃墜で結構すぐ追いつけるんですね。パーセント数もはや美しいの一言。スピンをまずはガードで受け止めて中央対空中で追いかけに行く。そう神の拒否はね、うん、あの攻撃に転用することもできますからうまい空中ニュータルスピンのジャンプキャンセル先に置かれてルート上に空中へ。そうなんやなちょっと距離が離れてるとスピンが投げとかで止められるから、うん、じゃあって言ってジャンプキャンセルして気まずさをケアしようとしてるんですけどそこにはクエルが置いてあるっていうやはりフィガーの技の置き方はキャラ対策が煮詰まっているところ。対ソニックやりすぎですねこれ。そしてシャスマッシュそしてホーミングね
そうなんだよな、うん、ソニックのむずいところ、うん、試合を、うん、膠着した試合をスピンを攻略された試合を動かすためにはホーミングの差し色がどこかで必要になってくるんだが信用が置けないそれがきつい。もうソニックスの負け筋をソニックスですら負け筋を作らされてしまう、あのですかね。別の選択肢で回答を用意する必要があるんだが、うん、スピンカーだぞ。ここは素晴らしい空中前まで追いつくんだよな。そしてまたも火だめが少ないさあ 15% 逆にソニックはもう火力が高いので全然五分と一定差し支えない。スピンでしたがスイッチ合わせて、ここは一旦距離が開いているので垂直ジャンプで様子見ている時間か。空中下ただまず最終弾を抜ける。空中下空中下ガード継続に対しても強気にガードハラスメント貫通ハラスメントどころがもう壊されてるけど、うん、空中下大きいですが引きスピンチャージ。そうね、うん、このスピンウェーブからのフェイントスピンチャージ結構強いですね、うん、今のむずいな。投げても確かに負担はなさそう、うん、左もシールドだったんでね結構いい回答だなと思ったんですが、やはり感激スピンチャージしたいところにぬるっと差し込んでくる。いや本当にタイソニックの基本ですよ、うん、これは行く行かないの判断少しでも間違えればソニックはあの差し返しが通る。うますぎる。そんなところですが引き捨てて掴みかわしい趣味があったね。そこでフレームさらしてくれるのであれば取りたいところでしたが、その場掴みだったので構築が少ないか。とはいえ NB が通るがこちらで生まれた瞬間に空中へ元気に生まれましたね。空上太郎だった足から生まれた足から生まれたわけではないいやマジでジャッシュつかみのそこが通すわかった。そこでクワドウ、まあ、剣が、うん、ゲーム理解度が高いプレイヤーだから通るだけですね、うん、怪しいフレームはガードで動かさないとであればすかさず投げを通してってか前完成クエンとか全部をケアしようとすると、うん、死ぬのしかない太陽神は、うん、いやそこで回避しきらない。うわ下橋重ならない。違うそのばかり空中に取る。多分持続3もねえんだろうな下橋は、うん、うえすかし混ぜてすかし NBA ガードに対して勝てもう1回とはいえ前回避の拒否いいね。めくり回避じゃないのがいい。空中後ろに合わせ、に合わせ深めの方はすかし空中に取るですがガード継続やばい出し動き受け止められたガーキャン空中へ